ある少年の告白は2018年のアメリカ合衆国の青春映画。監督はジョエル・エドガートン。出演はルーカス・ヘッジズ、ニコール・キットマン、ラッセル・クロウなど。実際に存在する同性愛者の少年少女を強制させる救済プログラムを題材にゲイの少年と信心深いキリスト教徒の両親の衝突特能を描いた社会派ドラマである。原作は ガラルド・コンリーの回顧録、ボーイーレイズド・エーメモアール。小さな町でバプティストとして育った19歳の青年ジャレット、エモンズはイであることで両親と衝突し、家から出されてしまう。そこで、教会が支持する同性愛者の転換プログラムに参加することを余儀なくされる。ジャレットは、プログラムのセラピストと、再び衝突してしまう。 カッコ内は日本語吹き替え2017年6月8日、ネットフリックス、フォーカスフィーチャーズ、アンナプルナピクチャーズ、アマゾンスタジオの4社で、ガラルド・コンリーの、ボーイ・レイズド、A メモアールを、ジョエル・エドガートン監督、脚本で映画化した作品の配給権争奪戦が、開始した。同年同月十一日、ネットフリックスとの熾烈な争奪戦を制し、フォーカスフィーチャーズが、 配給権を獲得した。同年8月、本作のキャストの大半が発表された。同年9月、ジョー・アルウィーンとマデリン・クラインがキャストに加わった。主要な撮影は2017年9月8日からアトランタとジョージアで行われた。プレス詩者でエドガートーンはこのように述べた。ガラルドの話を映画化する上で、 熟練した俳優たちと一緒に作業をすることに興奮を覚えています。私はフォーカスフィーチャーズがこの映画の最高のパートナーだと思っています。ガラルドが私のストーリーへの情熱を信頼してくれたことに対して感謝しますが、私は撮影をやり直すより最善の方法は考えられません。前述のエドガートンの発言通り、2018年4月に再撮影が行われた。 本作は2018年9月1日のテルライド映画祭で世界初上映された。2018年9月8日のトロント国際映画祭でも公開された後、本作は2018年9月28日にアメリカで公開される予定だったが、2018年11月2日に延期された。本作は批評家から絶賛されている。 6ッテントマトズでは262の非評価レビューのうち81%が支持評価を下し、平均評価は10点中6.9点。批評家の一致した見解は、脚本、監督、出演のジョエル・エドガートンによってがっちりと感情移入させられる、ある少年の告白は、複雑で力強く演じられたドラマへの道も、また善意で切り開けることを証明している。となっている。 メトクリティックのメタスコアは48の批評家レビューに基づいて100点中69点となった。ありがとうございます。